酒の魚にすらも傑作でもって君も進むきっかけ、いながそれそれでビビンじゃん、こりゃこれで残念じゃん、そもそもそれって君次第だし、その後なんか俺興味ないわけ、この先君はどうしたいって人に問われること自体終わりじゃないと信じたいけど、そうじゃなきゃかなり非常事態、君たちがその分離された普通の箱でくすぶってるからさ、俺は人生に20モードずっとそこで眠っててあるさ、俺はそもそもスペックが低いだから、あがいてもがいて醜く吠えた、俺のあの頃を分類したら誰の目から見ても明らか、すぐ世の中からだとか愛だとか運だとか縁だとか、なぜ気持ちで片付けちゃうの、俺たちはもっと曖昧で複雑で明瞭